ちらはベトナムの国営放送局です。この放送版ベトナム社会主義共和国の首都ハノイからお送りしている日本語放送です。こちらはベトナムの国営放送局です。この放送はハノイからお送りしている日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは、ミンです。昨日のハノイは晴れ、気温が最低10度、最高19度です。さて、今日のこの時間は初めにニュース続いて、第13回党大会が労働と才能を兼ね備えた人材を選出することについてお話しし、その後、ベトナム54民族の色彩をお送りします。でははじめにトンさんがニュースをお伝えします。本日の主なニュースは次の通りです。国民が第15回党総会の結果を評価しています。外国のメディアは別の経済を評価しています。では詳細をお伝えします。18日ベトナムの公営放送局のニュースサイトは国防安全保障に関する党の新たな観点をテーマにした国防省所属軍事社会科学アカデミーの元院長ウィン・バーズン少将の記事を掲載しました。記事によりますと第13回党大会に提出される政治報告案は国防安全保障は党と国家の重点的な任務であると明らかにし、国を効果的に守るために戦争を未然に防ぎ、全国民の総合的な力と時代の力を合わせて自衛する必要があるとしています。また国の防衛安全保障を強化するためには政治的安全維持や社会秩序の確保、経済と文化の面における安全保障が非常に重要です。そして国民一人一人の力を活用する国民挙げての国防づくりは党の政治的決意であるとしています。そして第13回党大会に提出される政治報告案は国防安全保障を国の社会を発展させる計画と戦略を取り入れ、国防安全保障事業と経済社会発展事業とのつながりを強化する方針であるとしています。次に16日と17日の両日ハノイで開催された第1日ベトナム共産党中央委員会の第15回総会は国民の特別な関心を集めました。ホーチミン市民のマイ・タインハーさんは今総会は党の最高指導部を決めたもので党と国の将来を左右するであろうと述べ、次のように語りました。今日晚上发起团结火力力量战争。今総会は最も優れた指導者らを選ぶことを期待しております。また今総会で達成された人事に関する意見一致はベトナム共産党及びベトナム社会の統一性を示していると思います。一方南部バーリア文教省に住むウィン・ティ・ミハンさんは今総会で選出された人事は発展に貢献するであろうと述べ、次のように語りました。次期の党中央執行委員会に選出される委員は国をさらに発展させる新しい国策を見出し国民のより豊かな生活づくりに貢献すると思います。また次期の党中央執行委員会に初めて選出される新しい委員に対し再選される委員と緊密に連携し党内の団結と政治システムの強化に全力を尽くしてほしいと期待しています。次にこの数日ハノイ市内の各通りでは多くの市民が1月25日に始まる第13回党大会を祝うために
自宅に国旗を掲げています。これは国に対する誇りはもちろん党に対する信頼を示すためです。ハノイ市ロンダークに住むワン・ピー・ビンさんは次のように話しました。国旗を掲げるとなんとなく信頼感や誇らしげ気持ちが湧いてきて嬉しく思います。特に今回は党大会と党創立91周年が近づいているので、国旗を掲げることの意味はより大きくなっています。一方、同じくロンダークに住むレイ・リン・チョクさんは、各通りが国旗の赤に染められている様を見ながら散歩することは何よりであると述べ、次のように語りました。国旗を掲げることは市民にとって誇らしいことです。私にとって毎日国旗を掲げていても構いません。国旗を掲げることは民族に対する自分のプライド心を高めるとともに、若者に愛国心を教えるという教育面の効果もあるからです。またこれは党に対する国民の信頼の表れでもあります。次に、この間外国のメディアは引き続き新型コロナの大流行におけるベトナム経済発展の成果を伝えています。日本経済新聞社の英字雑誌日経アジアレビューは、世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、ベトナムは迅速かつ着実な回復を見せてきたと伝えました。また EU 欧州連合との自由貿易協定や CPTPP 包括的かつ先進的な環太平洋経済連携協定、 RCEP 東アジア地域包括的経済連携協定を締結したことは、ベトナムの成長に大きなチャンスを約束しているとしています。一方、インドの新聞ファイナンシャルエクスプレスは、イギリスの経済誌エコノミストの調査機関ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの報告を引用し、ベトナムがアジアのサプライチェーンでロードコストが安い生産拠点となって、外国投資誘致や商取引、為替相場の管理など特殊な手法でインドや中国へ追い越したとしています。こうした中、マレーシアの英字新聞ザ・スターは、ベトナムが欧州諸国や RCEP 参加国と米輸出契約を締結したことを報じました。次は17日北部バクリン省で、ベトナムの憧れという動画制作コンテストの授与式が行われました。このコンテストはホーチミン共産青年同盟の電子情報ポータルサイト及び AMES という英語学校の共催のもと、ベトナム国内に住んでいる個人や組織を対象に行われたものです。授与式で初めに立ったホーチミン共産青年同盟中央委員会のグエン・ビン・ミン事務局長官は、コンテストの目的は動画を通してベトナムの文化や観光地を国内外に広く紹介し、若者に愛国心を広げるためであると明らかにしました。今回のコンテストには332件のビデオクリップの応募があり、ベトナム人の様々な生活や色彩、壮大な自然風景、労働の美しさなどがアピールされていると評されています。次に、17日中部ダナン市でダナン工科大学とダナン大学は、同市の教育訓練局と連携して、高校と大学の学生が開発した科学研究とテクノロジー製品を紹介展示する展示会を行いました。今年は約120点の研究や製品が紹介され、その多くがスタートアップ、スマートシティ、第四次産業革命に関わるものです。会場で初めに立ったダナン市教育訓練局のマイ・タン・リン副局長は次のように語りました。
đối với trường hợp thì việc đẩy mạnh cái giáo dục hay cũng là bước đầu hình thành cho các cổ nội học sinh như tốt thể có nhiều là tiên di kỷ nhị sang ta sử dụng và mắt mắt sử các giác tư kinh kỷ nguyên nô kêu miêu ngày mai sẽ sử dụng tôi vô cả ngã tổ một tế mắt có lẽ bảo các xe ta chỉ nhị ta sẽ chả nên gì nó sử dụng để ありながら有益な科学研究の場でもあります。今上位製品と研究に対してはさらなる支援をしていく予定です。以上ニュースでした。次にタオさんは第13回党大会の道徳と才能を関連する間文化を選択することについてお話しします。すでにお伝えしましたように先日に市販ので第12期党中央委員会第15回総会が閉会しました。総会では第13期党中央委員会に選出される特別な人事や共産党書記長、国家主席、首相、国家議長のトップ4の候補者の推薦で合意が達成されました。これにより1月25日に開幕する第13回党大会の準備作業が基本的に完了しました。創立以来この90年間にわたりベトナム共産党は常に人事作業を党建設だけでなく党の活動で重要な柱とみなし革命事業を左右する要素としています。党の第13回全国代表大会の人事に関する準備は週とに行われていきました。人事作業は5段階で行われ党中央委員会政治局書記局に発信される人事、新たな候補者、特別な人事が含まれています。第12期党中央委員会は複数の総会で第13回党大会の人事作業を慎重に協議していきました。2018年10月に行われた第12期党中央委員会第8回総会で人事小委員会が設立されました。また第9回総会で2021年から2026年期の党中央委員会に選出される500人の候補者が検討され政治局に提出されました。2020年5月に行われた第12回総会で党中央委員の基準、条件、構造、人数などについて討議が行われました。これを基礎に同年10月の第13回総会で第13期党中央委員会の正式構成員と準備構成員、中央検査委員会の構成員の投票が行われました。そして2020年12月の第14回総会では第13期政治局書記局の候補の推薦が投票で行われた後、政治局人事小委員会が人事作業を検討補足し管理し第15回総会に選出しました。第15回総会の閉会式でグエン・フーソン党書記長国家主席は次のように語りました。本次本中央的讨论认真坦诚责任党執行委員から責任感を高め、民主的かつ率直に第13期党中央執行委員会に選出される新たな人事の補足名簿を投票で承認しました。また第13期党中央執行委員会と政治局に再選される第12期の特別な党中央委員や政治局員の推薦、党で国家の指導部の候補の推薦は全会一致で承認されました。第13回党大会の人事の準備に対し人材の変革が重要視されました。第13期党中央委員会は団結とコンセンサスが図られ戦略的な視点を持ち党の知恵、戦争力、規律を発揮し国民